やあ、僕は木下藤吉郎だ。よろしく。今日は囲碁について学びたいんだって？僕は囲碁は大得意なんだよな。君は少しは囲碁をやったことはあるのかい？これから囲碁対局を戦国時代に置き換えて説明するから、よく見てね。白石黒石がそれぞれお城とし、築城しながら領土の拡張を競うゲームなのだ。これから